日本、鹿児島県鹿児島郡豊島村、宝島宝島の空中写真。この画像は、髪型が、北東方角である。1978年撮影の12枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。宝島は、ドラツ列島に浮かぶ島である。 郵便番号は891-5301。人口は131人、世帯数は68世帯。地名としての宝島の故称は、鹿児島県鹿児島郡と島村の大技となっており、大技の区域は宝島の全域にあたる。トカラ列島女神山と放牧城波奇辣列島の有人島では最南端にあり、鹿児島港から 366km。 奄美大島からは9 0トルの位置にある。周囲は珊瑚礁に囲まれているが、島の北東部には、地元住民が、砂漠と呼称する、海浜砂丘がある。集落は、島の北岸の平地にあり、前加護港や豊島村立宝島小中学校などの、公共施設が多く所在している。また、小宝島ともに、トカラハブが生息しており、日本国内で、 羽ぶいが生息する最北端でもある。島内からは、多くの土器が出土しており、下層部からは、縄文後期の頃のものと見られる、薄木火葬式土器や八重山式土器、上層部からは、弥生中期の頃と見られる、すぐ式土器が出土している。宝島という地名は、江戸期より見え、薩摩国川辺郡のうちの村名であったとはあるが、薩摩藩の直轄領であったため、 里には属さず、藩の船奉行の支配下に置かれていた。宝島の村には、小宝島も含まれていた。口の島や中の島と同様に、津口番書、異国船番書、異国船延見番書が設置され、城下より財番が派遣されていた。村高は、殺藩制洋録では395国余りであった。文政年月、イギリス船が来島し、 島民に牛を譲渡するように要求したが、財団及び軍事が拒否したため、20名から30名程度のイギリス人が島に上陸終始3島を略奪した。この事件で、横目の吉村久介が財団所で、イギリス人1名を射殺、ルニンであった、本田助之ケ城とタジリアと、東米の2名の武士も争いに参加したとある。本田助之城は、 文化法等事件により、遠投に処されている。射殺された船員は、塩漬けにされた。この事件が一つの要因となり、翌年の文政八年には、異国船打ち払い令が出された。この事件の天末を、吉村明が短編小説、牛で描いている。島にはこの事件に由来したイギリス坂という地名が存在する。 行政区分の変遷はトラツ列島に準じるが、1952年の本土復帰時に小宝島の領域が大技宝島から分立され、大技小宝島となった。なお、17世紀後半のイギリスの海賊、キャプテン・キッドがこの島に財宝を隠したという言い伝えがある。前加護公。ありがとうございます。